スポナビゴルフ大賞。はい、じゃあ今回はですねドライバー編ということで鶴原さん、はい、石井プロ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何も笑ってんだよ。いやいやスポナビゴルフ大賞とはっていう話なんですけど、そもそも、はい、売上とあと、記事のアクセスビューといいますか、うんうん、どんだけ読まれたかとか、ヤフーですからね、はいはい、検索とか、はい、うん、あとその YouTube の、視聴回数とか、はい、ざっくりいろいろ含めてスポナビが独自に選んだランキングを今回発表しようと、うん、いうことになっております。はい、はい、でそして多分画面上ではランキング項も出てるかな。あ、もう出てるの。もう出てるかな。出てると思いますね。なるほど、なるほど、はい、というような感じなんですけど、はい、まあ、これについて今回3人でいろいろ話していこうというそういう企画になってます、はいはい、お願いします。よろしくお願いします。はい、まずもう出ちゃってるんで頭からいくと、うん、はい、1位2位がシム2マックスドライバーとシム2マックス D ドライバーと、うん、はい、まあ、シム2が1位に来ましたと。まあ、これに関しては見てる方々もそんなに異論はないんじゃないですかね。まあまあね、はい、でさーっといくと3、4、5がキャロウェイエピックシリーズ、はいはい、スピード、マックスファスト、うん、マックスと、はい、でマックスファストってちょっと発売遅かったんですけど、そうですね、もう今わーっとうなぎ登りでこう下半期上がってきたのが今4位に入っている。スピードとマックスはだって今年の頭でしたもんね。頭ですね。それを追い抜いて、はい、うん、もうすごい勢いで来てると、うん、で6位がシム2の、まあ、スタンダードなモデル、うん、まあ、これはショップが、セレクトストア限定なんで、はい、取扱数は、ショップが少なかったんですけどそれでも6位に入ってると、うん、はい、うん、で7位ブリヂストン B2、うん、もうこれはもう本当新製品ですね、はい、出たばっかり、はい、でタイトリストの TSI3 は、うん、2020年の11月かな10月かなの発売なんだけど、まあ、2021年度に、まあ、売れたクラブということでランクインと、息が長いですね、はい、で9位がテーラーメイドの300ミニドライバー、お、はい、お二人も持ってらっしゃるという、はいはい、もう限定発売でどこ行っても買えないという、はい、ないらしいですね、はい、YouTube のコメントでもう買えないもんそんなに喋って紹介するなって怒られちゃいましたけどお叱りをいただきました、はい、我々が喋った時にはあったんですそれは何とも知らないタイムラグがねちょっとありますね、ちょっとありますね、はいはい、でまあ、10位が、はい、これまだ、予約数がやっぱすごいっていうんで、うん、予約も入ってるんですね、はい、もうね全部ひっくるめて予約数がすごいってことで、うん、テクシオの12と、うん、なるほど、はい、最新モデルが入っております、はい、もうざっと見て、はい、ね、小倉さんもおっしゃいましたが、はい、うん、まあ納得だな、まあ1から6までがすごいですね、この1から6までしてるというか、まあ、テーラーとキャロ、まあ、これが、はい、まあ、現実です、はい、現実だと思います、うん、実際にやっぱりゴルフ場行っていろんな方、ね、キャディバッグ見たりしても、うん、やっぱりシムエピック多いですからね、はい、うん、これはもうすごいというか、はい、うん、まあ、唯一ブリヂストンの B2 が、まあ、検討してますよね、まあ、発売もなくなんだけど滑り込んできたというところですかね、うんうん、でもやっぱこういうランキング見ると、うん、本当に自分がやっぱりいいと思ったものが入ってるんで、うん、やっぱ消費者はよく分かっていてちゃんと選んで買ってるんだなっていうふうに僕は大抵いつもこういうランキング見ると思う。消費者ってやっぱり賢いと思ってるんです僕はね、はい、本当ちゃんと選んで試打とかして、うん、まあ、情報も収集して買ってるんだなって思うランキングですね、まあ、強いて言うと TSI3 っていうのがちょっとこう正直人気過剰な気がして、うん、本当はそこに TSI2 とかが入ってくるかななんて思ったら、うん、やっぱりこう3を押してる人が多いっていう、うん、ああそうですね、はい、まあ、憧れ期待も込みなのかなっていう、うん、それ以外は割と優しめなところが多いので、そうですね、うん、そうですね、全部ランキング入ってても上の方にその割と優しい方が優しめのモデルが一応新鮮の高いものが上がってますね、はい、多分エピックもそういう意味ではスピードが上位ですね、スピードが上に来て、あとマックス LS が入ってなかったりはしてるんで、話ちょっとずれますけど石井プロは、はい、
たくさん買ってますよね、こんな感じの。あ、何本買ってます？1,2,3,4,5本も。すごい、ランキングトップ10の半分買ってる。買ってます。僕は1,2,3かな。今は1本だけですね。300ミリでしょ。いやいや、言わずもがな。言わずもがな。これなんか個人的に、はい、まあ、このランキング見た中で、はい、この中で例えば石井プロが、うーん、俺的にはスポナビゴルフ大賞石井賞を与えるならこれだなっていうのはどれですか。まあ、その、まあ、10個ある中で5つ所有をして、はい、まあ、もう手放したものもありですけど、はい、まあ、独断と偏見で言えばこの中では TSI3 が一番いいなって僕は思っています。はい、あのいろんな理由はあるんですけど、はい、まあ、何よりも今使ってるっていうのが一番の理由で、はい、あの例えば SIM2 も持ってましたし、うん、で今 SIM2 MAX 実は持ってます、はいはいはい、これはいろいろあのやりたいことがテストしてるんですけど、はい、でエピックスピードも持ってました。でここにないですけどエピック MAX LS も持ってました、はい、300ミニはまだ手元にあります、うん、であえてどれが一番良かったなって言うと、やっぱ SIM2 に関して言うと、まあ、僕は正直前作の SIM の方が好きだったので、うんうん、ちょっと今作になってあのちょっと万人受けする方向に振っちゃったななんて思ったり、うん、はい、エピックすごい初速出てびっくりしてやったーって思ったんですけど、はい、ちょっと暴れん坊なところがコースに行くとあって、はい、なかなかコントロールしきれなくて、はい、スピードで、はい、で MAX LS は LS で僕が打ったらそこまでスピン減らなくて、あ、うん、そう、でその後ほらトリプルダイヤモンドとかいろいろ出てきて、はい、うんうん、そっちの方に目が移っちゃったりもして、はい、まあ、結局そちら買わなかったんですけど、はい、まあ、そんなあれこれ特に本当2021年はドライバー紆余曲折あれこれいろんなもの試してる中で、はい、今 TSI3 でこう収まっちゃった感が今あるので、うんうん、まあ2022年で使い続けてる保証は一つもないんですけれど、うん、はい、まあ、きっとないね現時点では、まあ、2021年を代表するというと、まあ、TSI3 が僕の中では強いな。なるほど。はい、小倉さんは小倉賞を選ぶとしたら300ミリだと思うでしょ意外と違うんだね。いや、あの自分自身で使うのはやっぱまあ300ミリです、はい、まあ、全部打たせていただきましたけど、うん、まあそのトータル的にこういろんな方に幅広く使えるクラブを選ぶとしたら私はエピックスピードですね。おーおー、あのどうしても重心を深くしてそのミスに強く直進性を高めるっていうところじゃなくて、うん、フラッシュフェースでちょっと重心浅めにして新たな優しさにチャレンジしたクラブだと私は思ってるので、まあ、そういう意味ではその新しいこう布石みたいなところもありつつ、うん、実際やっぱり重心深いのものよりちょっとやっぱり石井さん言う通りちょっとこうピーキーなところもあるんですけど、うん、やっぱりそこそこ浅めでコントロールヘッドの追従性っていうんですかね、操作感があるのに、まあ、直進性が高いっていうところは私はすごくこう個人的にはすごいところにこうもう一歩その先のステージに行く可能性があるなって、ちょっと今回のキャロウェイエピック そのフラッシュフェースにはちょっと可能性を感じるんで、うん、そういう意味でもスピードっていうのは個人的にはこう一つの布石になるクラブだなと思ってます。はい、鶴原さんは鶴原賞を選ぶとしたらやっぱり C プロと同じになるんですけど TSI3 がやっぱり一番驚きがあって、うん、これまでタイトリストにがタイトリストが好きな人が求めていたものがずっとなかった中で、うん、やっと出てきてくれたもので、うん、やっぱ他社のものと比べてもやっぱいいしTSI3 を選びますが、しかしもしかして僕で一個実は言いたいのがあったんですが、しかし一緒かないや、あのねエピックシリーズは今回どれもいいです、はい、本当によくできてて初速出しやすいっていうのが一番のポイントではあるんですけど、うんうん、なんだかんだで SIM2 のシリーズもやっぱ悪くないんですよ、うんうん、悪くないで僕今ここに SIM2 ドライバー入ってますあれって言いつつね、はい、結局、まあ、エピックも2モデル使ったしで今回タイ
まあ、メインでテーラーは2021年買わないよなと思ってたんですけど、うん、結局やっぱ買っちゃってるんですよ。で、うん、使いやすい僕鶴原さんのフェイスブックからインスタでなんかソールに鉛をべったり貼ったのを見たんですけど、ソール鉛貼りました、ね、後ろ軽くしたんでしょ。いや違うんですよ。捨てないの？はい、あのシムツフルでしょ、うん、で一応僕ヘッド重量ぐらいはまあ、うん、測るんですけど、うん、ヘッド重量そんなに軽いわけでもないのに、うん、シムツって振ったら軽く感じるんですよ、うん、で誰に振らしてもそう言うんですよ、うん、で自分もやっぱ勘違いじゃないんだなと思って、ヘッド重量気にせずに自分が一番気持ちよく振れる重さにしようと思ってベタってそういう理由貼ったんですけど、だから空力のせいで軽く感じるのか重心値のせいで感じるのか分かんないけど、うん、軽く感じるのは軽く感じる。ただ、うん、あのスリーナップクラブでも貼るぐらいにね、今回シム2どうだみたいな話をしてて、はい、で会員向けの動画だったんですけど、はい、まあ鹿俣鶴原は大して評価してなかったんですよ。あの関さんはものすごい評価されてますよね。関さんはね、ちょうどねその時打ってなかった頃なんですよ。まだシダできてなかった頃で、うん、でまあでも前作から考えるとそうでもないよね、構造すごいけどねとか言ってたんだけど、うん、でも前作がやっぱり良かったから、うんうん、前作シムマックスずっと使ってた人間としては、うん、やっぱりそのままの流れで今回のシム2がすごい使いやすい、とっても使いやすいとっても使いやすい。正直言うと前作のシムマックスがまだ残ってるんだったらそれ買って皆さんは使えばいいと思います、はい、僕は新しいのをとにかく使いたかったんで、はいはい、まあ、今更シムマックス買うのもなとか思って、うん、まあ、シム2買ったんですけど、まあ使いやすいので、まあありはありかなっていうふうに思ってます。若干ひよった感が、はい、DSi3 ね僕ずっと使ってましたけど、うん、あのエピックスピードとやっぱちょっと似てる部分があって、うんうんうん、ちょっとピーキーな感じはあるんですよ、はい、うん、だから操作したい人はエピックスピードとか TSI3 とかを使えばよくて、弾捕まえたかったらスピード、うん、で左が嫌だったら TSI3 みたいな感じで使えばいいんですけど、うんうんうん、僕どっちも行くからどっちも行くからどっちも使った前提で SIM2 を打つとやっぱね曲がり幅ちょっと少なくなるんですよね。シム2で少し右に逃げる感じとかないですか？右逃げても構わない。構わないという、うん、あの TSI3 でやっちゃった時の右の行き方とは、まあ、ちょっと違う、うん、ちょっとまあちょっと落ち際こうなるかなぐらいのスタンダードで気持ちいいので、だから実はシム2悪くないけど、でも対象って言われたらTSI3 だよね。なんだよ思っちゃう。だからいいクラブだから賞には選びたいんだけど、うん、ただ自分が使うってなった場合に、まあ、技量が足りないとかこれ誰にでも使えないよなみたいなところを考えると、うん、やっぱりちょっと自分が使うクラブは違ってくるっていう長いお話をしてます、すいません、うん、はい、はい、1個だけ足していいですか、はい、僕ねこのランキングに今回なかったんですけど、はい、2021年を代表するクラブドライバーって時に忘れちゃいけないと思っているのが実は ZX5 かなと思ってて、お、うん、ここ入ってないですね。みんな忘れてるけど、ね、松山さんドライバー、はい、せっかくスリクソン使って、うん、いやそれはプロトタイプかもしれないですよ、うん、その市販品と同じじゃないかもしれないです、うん、だけどスリクソンの ZX5 っていう風に目打たれてるドライバーでマスターズを制覇し、はい、しかもまさかまさかね、ケプカが契約をしてスリクソンスタッフになるみたいなことになって、ね、はい、実際ドライバーも ZX5 っていうのが書いてあったりとかして、うんうん、あのまあ対象ってことで、まあ、ノミネートされてないので、まあ、ノミネートされてる中でいうと僕も、まあ、SIM2 シリーズもいいと思うしエピックもいいと思うし実際自分が使ったのは TSI3 なんだけど、うん、まあ、もしなんか石井賞じゃないけど特別賞的な感じに出すんだったら ZX5 かななんていう気持ちもちょっとあり、なるほどな、うん、というわけで個人個人の思いをいろいろ話しましたが、はい、スポナビゴルフ大賞としては1位はシム2マックスドライバーということになりました。はい、はい、シム2マックスドライバーそこになります。
結局シム2のマックスも持ってるんですね。C プロはね。マックスのウェイトを後ろを軽くしたバージョン。ああ、軽くしたんだ。はい。まあ、チューニングの上等手段になってますね、シム2はね。はい。という感じで今回はドライバー編でございました。はい。はい、またこれ他のカテゴリーもあると思いますので、はい、はい、どうぞ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。